にちは。こんにちは。はい。今日もニコニコ PS ちゃんの動画です。はい。はい。これね、まあ先日、はい、キャブを変えました。リアルキャブに。うん、ね、ついたね、ちゃんと。はい。やっぱりこいつにしちゃうと、うん、今度は点掛け。点掛け。点掛け。まあ。火ですか？そうです。簡単に言うとこれ。うん、まあ、こいつが、ガソリンを送ります。エンジンの中にね。はい、ここがね、焚き火台みたいな感じで思ってくれたらよくは、うん、はい、この中がね、はい、まあ、ここじゃないな、ここで、そこに送りますパフと、はい、ガソリンだけじゃダメなので空気が必要ですよね、はい、それのちょうどいい量をこいつがあれしてヒュッと送ります、はいはい、それに、まあ、ライター着火マンみたいな感じでこいつがパチッとこう火をつけてボーンとなってるわけですけど、はい、そのボーンをドカーンにしようかなと。ドカーン、ドカーン。やっぱ古いバイクなんでね、この点火の云々が弱いんですよ。へえ。そう、こいつがオラってこうパワー出せよってこう送ってるのに対して、こいつがパチッぐらいやったら、余計燃え切らんで余計グズついちゃうわけですよね。なるほど。あと、まあ仕組みがもう古いんで、これポイント点火ってやつです。うん、はい。なんでちょっと新型のやつに変えるような感じですね、うん、ということで、みんな大好き魚谷さんの SP2、 SK2 じゃないでしょ、うん、SP2、 うん、はい、ちょっと言おうか思った恋がね、うん、えらいいい仕事をするんですよ。あ、いろいろあります、まあ、ポイントセミトラ、うん、セミトラってセミトランジスタで、うん、フルトランジスタってありますけど、うん、まあポイントってずっと調整しなきゃいけません、はい、それをちょっと調整しなくてもいいよみたいな、でさらにもっと調整しなくていいよっていう感じで、セミトラフルトラみたいな感じで、簡単に言うとね、うん、からの、うん、もう調整しなくていいよがコツ、へー、はい、でポイント式なんですけど、まあ極端な話ね、CDI 点火って言ったらいいのかな、そんな感じになります。なるほど、はい、なんでね、こいつから言うと近未来のものが装着される感じですかね。なるほど、へえ、はい、まあ、詳しくは分からんですよ。で、まあ、この魚谷さんのキットをちょっと買ったので、うん、見ていきましょうか、キット内容を。で、なんでこれをね買って、うん、あれしようするかというと、もちろんこのバイクの調子を上げるためとか、うん、このキャブに対してのとかは もちろんなんですけど、うんうん、あの旧車ね、形かっこいいけど、うん、壊れちゃうし乗れないっていう人が多分めちゃくちゃ多いんですよ。あ、うん、特に今のこのバイクブームで、うんうん、ちょっと倉庫に今眠らせてますとか、入院中ですみたいな、そうそう、で新しく買うけどとかもね、うんうん、で、まあ僕らみたいに漫画本での思い出もある人とかも、うんうん、やっぱそのね、古いバイクがいいけど、うん、修理もできないし、かといってバイク屋さんに出し、ずっとねちょこちょこ出すのはもう大変と、うんうん、でもポイントとかね、まさにね、もうバイク屋にちょこちょこ出してもいいですけど、自分でちょっとねやれないとねきついんです。なんでこういうのを使えば、はい、旧車でもまあほぼほぼメンテナンスフリーでいけるよと。ほう、じゃあどうしましょうって、まあ本当にもうできないっていう人はもうバイク屋さんにこれもきっと買ってつけてもらえばいいですけど、うんうん、出さんでもね、うん、つけれるよっていうのをご紹介したいと思います。なるほど、はい、じゃあ休日にちょっと一日、休日こう扱って、そうそうそう、後の休日乗っちゃえみたいなことができると。そうそうそう、そうそうそう、そしたら、うわ、もうなんやこれってなるけんね、うん、おそらくまだなんやこれってなってなくて、うん、違うなんやこれってなっかもしれないうん、うん、でも魚谷さんはまあ間違いないでしょ。で、まあね、この GS とかってなるとね、またいろいろあるとよ、うん、吸い込み、うん、あれがね、まあ例えばこうセミトラフルトラとかでもいろいろダイナーとかいろいろあるんですよ、まあ、うんうん、メッカーとかね、うん、でそのダイナーだと吸わないとか、うん、もちろん魚谷さんだと吸わないとか、まあ、キャブもね、うん、CR 吸わない、 CR 吸わないとかも、まあ、うん、わーってあるんですよ、うんうん、ないちゃんとしとけば吸うけん、
そうちゃんとしとけばす、これが GS。 それをなんかいろいろこういじくるやん、うん、こうポイントのね、うん、こう展開軸ずらしてとかいろいろありますけどね、うん、この辺ちょっとなんか削ったりとかいろいろあったですけど、ずらしてすのはすうたような気がするだけ。あ、うん、その吸い込みってね、吸うだけじゃダメなんですよ。この吐き音と水音ってあって、うんうん、その吐き音をいかに殺して吸い込み音をいかに目立たせるかなんですけど、うんうん、そうそう、それがねドンピシャ行くプラス歯切れがよく、うん、吸った時にねアクセル入れたらボロボロボロって入ってます、戻したらバーって吸うんですけどね、うんうん、そうそう、そこのね兼ね合いがやっぱねポイントもしっかりドンピシャに合わせて、うん、でいろいろ全部をドンピシャにしたらねドンピシャ吸うけん。了解。そうです。宇野さんも今もう吸い込ませよっとかな。いや、宇野さんのは吸い込まんよ。あれ吸い込まんとかね。CM、まあ吸わせようと思えば吸うすけどね、めちゃくちゃ短いマフラーつけてやったらホーク系のエンジンは吸いますけど、うん、特に400。うん。うん。これ400やったの、ね、?400。でもあの状態じゃ絶対吸わん。まあ吸い込み GX とかと GS、うん、とまあ2班はもうほぼほぼ吸わんって吸ったことは音もするだけで吸わんって言っておかけ、なるほど、まあ45400のゴキザリとかかな、うんうん、であとなんかねちょっと特殊なところで言えば SR が結構吸う、あとモンキ ー、 おー、はい、ちょっとねささっと開けました。はい、はい、じゃあまずちょっと言いますね、はい、こちらプラグコードです。でまあ専用の方がねちょっと怖くなくていいかなと思ったんで専用買いました。ここのやつね、うんうん、でここのやつのやつがやつのやつがこれこれです。これ組み立てたらこうなりますよと、はい、うんうん、そしてお次これね、こうでこれポイントなんで、ここの中にガバナーっていうね、はい、ガバナー、うん、そんなバカなありますけど、ポイントカムの役割をするやつで、でこの辺がまあ配線系統、うん、でこいつが脳みそ、もうこうおっちゃかしたらいいしたらかよ、これが脳みそ、こいつがまあ CDI、 CDI 系ですね、こいつので、こいつねタイミングをずらせますけど、とりあえずはそのまま、そのままの一番最初ので、これが、ブレーキペダルかなんか、違う違う違う、こういうね弱虫ペダルこれがまあ要はポイントでしたよね。ポイントじゃないけどポイントになるってね。そう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 、あら、児玉さんお目覚めですか。はい、お目覚めです。よし、児玉さんも来たところで長い眠りから、はい、さあ説明書から読もうか。はい、お願いします仲間が現れた、はい、そしてこれが大事、これイグニッションコイル、この、ね、あ、イグニッションコイル、はい、裏についてるやつです。で今回分かりやすいようにね、いろいろ、そこの部分外さなきゃいけないですか、はい、純正のをね外してつける、うん、外してつけるっていう感じでやっていきたいと思います。はい、ここでいいね、これ擬宝珠をかませるやつ、はいはい、と、はい、まあ、ちょっとした、はい、ちょっとした工具類、うんうん、その写真に応じての、うん、とシリコンスプレー、これ今回ねエアガンのやつで、ちょっとすみません以上、はい、はい、で、はい、こいつがこいつ、おお、純正のねイグニッションコイル、はい、そういうこと、そうで、もうね古い年代なんで、ね、このすごいことになってる、ね、そうそう、もうね見た目もだけど、このイグニッションコイルにね、うん、あのコンデンサーってここについてるんですよね、はい、でこいつにグーッと電気を貯めてとかしよるけん、こいつがいっとることが多い。へえ。でこれがここにつきますので、はい、そこら辺も外していきます。はい、でこのポイントカバーを外します。はい、ね、はい、ポイントカバー外しました。はい、でポイントカバーもね外すときにこのねガスケット、はい、これ、ね、ほとんど傷まないんですけど、このポイントカバーのときね、はい、傷むものもあるので、はい、傷んでたら交換してください。なぜならここから水が入ってね、はい、割れさせたりする時もあるからです。はい、でこちらがポイント、はい、あ、こいつがね、このここにポイントカムっていうやつが入ってます、はい、それであとはまあ奥に行くとまたガバナーっていうのがあって、うん、
それがまあ神格とかをこうあれしてるんですけど、ガバナって何ぞやっていうと、今ね、うん、これブーンって回転が上がったら、それに応じてこう点火タイミングが変わるんですよね、うんうん、それを回転と同時にこう遠心力でガバナがバーッと開いて、うん、結果タイミングを合わせていってる役目をしてるんです、はいはい、っていういろんな工程をここがしてます、はい、点火にとってね、はい、壊れる箇所が要は一言言うと多いんですよね。ポイントだと、ポイントカムの云々がね、山がこうおにぎりみたいになってるんですけど、ここでこう開かせて、でここにポイントカムが当たったらカパって開いてパチってしてるんですけど、うん、ポイントカムがこうやっぱ消耗するじゃないですか、うんうん、ずっと当たってでいうのでダメにポイントカムはなるし、ここの石も釣れてダメになるし、うん、でここの接点もバチ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 ずっとなってるんです壊れるし、うん、でもいろいろ壊れていっちゃうんです。うーん、はい、なるほど、はい、でもねやっぱ古いやつになってくると、うん、そのね新品の出ないやつとかあるから、うんうん、GS だけじゃなくね、いろんな写真お使いくださいよって、うんうん、でね、はい、このポイントの配線ってここからねニューンって中に入ってるんですよ。本当だね。そうそう、あエンジン開けなきゃって思う人多いと思いますけど、開けないで大丈夫です。セルモーターカバーを外してください。 GS に限りよ。あその上のカバーを外すのね、はい、これちょっとね車外のなんかフィン、そういやね今このフィンのやつね、このビートのカバーとかもフィンが、このピッピッピがフィンっていうんですけどね、うんうん、これをあれするとフィンフィンやろうっていうらしい。つけてると、うん、なんかね、つけてるのか、こうこの物自体をフィンフィンやろう、さっきこれもうかなりフィンフィンやろうなんですけど、フィンフィンやもこれ、フィン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 やろうやん、フィンフィンやろう、フィン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 、このこれはセルモーターの配線、うん、でこっちですね、この布に、まあ、純正系だと布にこう包まれたこいつがさっきのやつなんで、はい、これを外してください。間違ってもね、ここ開けるとねオイル出てくるし、パッキンもここのやつでオイルかむやつってね、だいたいベターってひっついてるんで、はい、これね、ほらほら、本当や本当や、ここ間違わないようにお願いします。ポイントかむを外していきます。じゃあいきます。はい、はい、これでポイントと、これがガバナーね、新格を出しているやつ、ポイントが外れて、そしてこれをね取るんですけど、でこいつがこれになるわけです。じゃあお次に、とりあえず一旦ここでポイント側は一旦止めておいて、はい、イニッションコイルを外していきます。で、まあ、ここからスルスルすると、おそれさ、タイムタイム、スッて抜いてさ、スッて入れれるものなの、はい、入れれる、入れれる、本当に入れれる、入れる、はい、はい、おい、意外とすんなり、で、ここにこれがつきます。はい、ちょっと待って、はい、はい、ここね、ポイントがついてたとこ、はい、で、ここでもだいぶなんかシンプルに、シンプルよ。で、ここがね、ここにこう掛けがありますので、それがここにつきますので、はい、誰でもこのポッチね、そうそう、誰でもこっちにつくと、はい、取り付けました。はい、はい、そしてこれがね、こことここのこの接点って言ったらいいかな、の隙間が決められてるので、そういう時にさっきね、ちょっといるものって言って、このシリコンスプレートあれって言ったんですけど、はい、シクネスゲージという隙間を測るやつがいります。へー、はい、で締めていってみます。こういうところもね、あの気をつけて締めてね、グッと、まあでもここは本締めまだしません。そうなんですね。あ、ここはしてる、うん、隙間はそっちのスクリューで、すいません、じゃあ最後にククッと、はい、はい、最後にククッと、はい、おいー、はめました。はい、で、はめたらば、これをね、回さんといかんでしょ。はい、回してください。はい、回していきます。でね、こっちっこく、こう見えるかな、こっちのね、このこれに石がついてるんです。このね、石がポッとついてるんですよ、ここの、はい、ここにね、うん、それのところにこれが来た時に、うん、まあ、点火を要はするとポイントでいうところの、この石が来たところが、はい、石っていうか、この突起が来たところがポイントの離れた時、はい、みたいな感じですね、はいはい、点火がする。で、この突起の
で、ここの時のこの隙間を、はい、0.4 から0.6ミリに0.4 から0.6 抜けますか。抜けます。はい、OK、はい、あ、本締めします。で、最後に本締めした後にもう一度入れて入ります。 OK、OK、はい、で、ここでこの調整は完璧。はい、はい、で、お次の工程へと行きます。配線系はね、すべて児玉さんに任せております。はい、じゃあ前職でずっとね、こんなもんやってるんですからね。そうなんです。あの、うんうん、絶大な人、言ったらプロです。こちらがね、このバッテリーのマイナスの方に来るそうです。はいはい。そしてこう、わわわとありますけど、ここからがね、多分ここがね、あのコントロールユニットを刺すところ、うん、名前の格好がね、コントロールユニット。こっち格好がでしょ。格好。大谷さん格好いいのよ。で、これがね、こいつに差し込まれます。ちょっとね、はい、配線の長さとかね、今、うん、適当なので、イグニッションコイル外しましょうかね。はいはい、こちらがイグニッションコイルです。スルルとこのね、うんうん、カプラーをつけてくれて、ここの配線の色を間違えないようにお願いします。はいはい、お次にこのシリコンスプレーをね、シリコンチューブを動かしてチュッチュッチュッと、で、反対側にもすみません、ちょっと入れる方に、はいはい、はい、チュッチュッチュッと入れてみて、じゃあ俺も入れようかな。はい、これをここに、はい、これがコイル、イグニッションコイルね、うんうん、これつなげて、うん、ここで蓋をすると、こうビューッと起きて、ほうほうほう、で、今度はこっち側にキャップがつくと、うんうん、いきますよ、もうつけたら後戻りはできない。はい、あ、そうなんだ、うん、それカチッてするだけ、それともねじ込み、カチッてするだけ、うん、余分めにちゃんと切っていこうかな。じゃあいきます。はい、はい、で、今度はいつも通りのねじ込み式やね、真ん中を合わせて、ただねじ込むだけ。あ、そうなんや。おお、はい、こんな感じです。はい、ついた。はい、つきました。が、これ注意点、大谷さんの、はい、はい、もう一個外します、はい、で、このプラグなんですけど、うん、はい、このプラグのね、ちょっと外しましょうか、番手がプラグギャップをね、調整しないと、わあ、調整しないといけないんですよ。それなんぞやっていうことは、ここ、そう、ここのね、石があって曲がってるでしょ、これ、うんうん、この石からこの曲がってる、これが石としたらこうなってるでしょ、うんうん、今これがこう、うん、この幅をちょっと広げてやらんといかん、うん、なぜなら電圧がものすごい強いから、ちょっとね、開いてっていうことだったので、それをします。はい、はい、1.1 から 1.3 だそうです。 1.1 から 1.3、 OK、はい、はい、で、閉めます。いや、でもね、これ動画見てたら、あの、大変な感じにすると思いますけど、うん、結構簡単よ、この、見たら、あの、点火系ね、全部やってる感じなんですよ、これ。けど、こんなぐらいでね、うん、つけれて、簡単だと思う、うん。ちゃんと書いてある通りにつくからいいよね。うん、そうそう。あ、これどうせ、あ、これって説明書と、うん、違うやんっていうとかないんで。マイナス、ノーマット、これさっき言ってたやつ、はい、アース、マイナスつけました。はい、はい、ここにね、L と R って書いてます。はい、レフトハンド、ライトハンド、はいはい、はい、つきました。はい、では、はい、コントロールユニットですかね。はい、つなげます。で、はい、これのね、設定があるんすよ、ここでね、設定、はい、で、はい、00に回ってます。これがね、はい、スーパーノーマル仕様、はいはいはい、ということですけど、まあ、キャブ変えてるんですけどね、まあ、ノーマル仕様でいきたいと思います。はい、はい、これでもう終わりかな、配線は終わりですかね。はい、いい夜ね。あ、
ました。こいさー。やったね。やっぱね、点火系変えるとしっかり点火するんやろね。結構走ると初めて見たかもしれない。正直言うたらね、結構くすぶっとったけんこいつ。で、やっぱね、ここに行くまでの経路をじゃあちょっと言います。はい。はい。私、キャブがまずね、結構ね、いろいろね、ダメでして、何個かキャブを持ってきてやったんですよ。はい、でも、いいキャブがなかなか残ってないのと、やっぱね、これがどこまでこういろいろいじってるのかわかんなくて、まあ、要はどこが壊れてるのか、この年代まで来てね、で、その前は正常に動いてたんで、はいはい、まあ、放置でも何か悪くなってんだなと。で、キャブ入れてもダメっていうことは、綺麗なキャブをね、じゃあ、電装類なんじゃねえかなと、はいはい、で、キャブもやっぱ心配だったんで、どうせだったらもう社外のね、新品のキャブが欲しくて、CR キャブを入れようと思ったんです、はい、で、CR キャブを入れた時にと、まあ、僕がいつもお世話になってる西村二輪さんに相談をしてたんです、どうがいいかなと、はい、CR キャブ入れるんだったら、本当に今キャブ入れんでもウォーターに入れた方がいいと思うよってマジで変わるけん、はいはい、了解しましたで半信半疑でこのウォーターにまで今回こぎつけましたけど、はい、こうやったねイコール今までいろいろなんやかんや言いましたけど、プロはすごいっていうことですで今ちょっとねバッテリーがね充電もしなくて、あの弱ってるんで、あのねセルが弱いんで、はい、ウォーターにつけたらねほんとセル1でかかるらしいんですよ。で多分バッテリーねしっかりして電圧きたらね多分セル1でこれかかる、かかりそうかかりそう、で今のところねあのめちゃくちゃあれなのが今チョーク引いてないんですよ、言うて寒いのに、それでこのキックでね今まで全然かけてなかったやつがかかる。ああ、確かに。今のショーク。まあ、キックでもこんなすぐすんなりと。あと、安定するまでがめちゃくちゃ早い。あの、ブーンってかかって、ボボ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 ボとかなるんで、ブロン、ボボ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 しっかり一発一発ちゃんと打ってるってことね、綺麗に。俺、大谷さん、あんま見とったよ。ごめん。電装系、点火系はね、大事ですからね。そう。まあでも何にせよとりあえずエンジンドンピシャかかるようになりました、はい、走ったねちゃんと走りましたね、うん、でまあちょっとね煮詰めあとは煮詰めていってなんかいろいろするでしょうし、はいはい、いよいよ、はい、この GS もねここまで来たんで、はい、あとはね三発と、はい、ほにゃららほにゃららとららまあ上がってたらもう車種は分かってるでしょうけど、はい、ネオ君が買うバイクと、はい、ねツーリング行きますか。バイク部も鶴岡モータースなのこれバイク部なのえわからんじゃあはいバイク部で行きますか、はい、部活っぽいんでねバイク部もねちょっと今後進んでいきますので、はい、まだまだちょっと楽しんでみてください。見てください、はい、今日は GS の点火系を書いてみました、はい、ウォータニ SP2 最高です、はい最高です。はい、皆さんおすすめ。ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら。料理のチャンネルはこちら。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。